篠野田洋次は、日本の政治家。山口県三根市長。山口県三根市出身。三根市立伊佐中学校。山口県立大峰高等学校卒業。1988年3月、京都産業大学経営学部卒業。同年4月、三根市役所入庁。総合政策部次長。市長統合戦略局長などを歴任した後、2015年6月に、 ミネシ副市長に就任。2018年11月に公務で台湾に渡航中の西岡光一町がミネシ議と共に風俗店を訪れた。その後、現地の女性とホテルのエレベーターに乗り込むのを市議二人によって目撃される。西岡は同年12月31日に辞職。2019年2月10日に執行された出直し選挙に立候補するが、 半西岡氷価氏の田と元市長の村田博氏の間で分散し、調査で西岡に破れる。当日有権者数2万1419人最終、投票率 72.69%2020 年4月19日執行の人気満了に伴う市長選で西岡との一騎打ちを制止、初当選を果たした。4月27日付で市長に就任。 当日有権者数2662人最終、投票率74.51%。ありがとうございます。